今日は一日晴れの予報です。明日は残念ながら決勝の時間ぐらいから雨の予報になってます。西エリア行くので、こっちから近くです。今日はやってます。昨日はやってませんでした。ちょっと後で乗ってみたいと思います。パンとか売ってます。クレープ。鈴鹿サーキット名物焼肉クランチ。大事をするの自己検査です。MotoGP 見てる方だったら知ってると思います。昔鈴鹿で MotoGP やってました。もうすでに130あるのいい場所取られてます。こちらに乗ってみたいと思います。一応1位になるとこういうカードもらえます。今度はレーシングシアターの中にちょっと入りたいと思います。中にはいろんな、レーシングマシンが置いてあります。これ記念撮影とか、
階の方に。シアターの内容は、架空の、ワールドレースで、鈴鹿戦で、優勝決定を争うレースでした。出口には歴代の、4輪と2輪のドライバーのヘルメットがあります。ノリク、原田ティッシュ、ニック・ルース、ベッツ、ペイトン・バック、いろいろあります。青木春近、青木ノバク、大二郎もいます。玉ちゃんもあります。昨日より人が多いです。明日はもっと多いです。一杯1500円、高いです。フェラーリ、会計の列はすごいですよ。アロンソとオーコン、インタビューチーム関係者のカメラの方、あのお越しください。じゃあ皆さん撮りますよ。エスマーアクロー、ありがとうございました。ありがとうございました。いやーカップです。
それと向こうが向こうがスプーンでヘアピンの方に来ました。まもなくフリープラクティス3です。それから FM ラジオは 78.3MHz、 鈴鹿ボイス FM でこの放送も流れております。
コ小布施カレーラカップの予選が始まりました。角田来ました。ガスリーです。こっちが角
渋滞にはまってます。9番終了です。週末でこれで発表されたということもあって、まあね、それもやっぱり一度ほどではありますし、はい、Q2 スタートです。さあ、フェラーリファンの皆さん、今日も大勢あのフェラーリの大股持ってる人いましたね。本当に、あとフェラーリの中で、なんか卓球してる人もいましたしね。はい、はい、日本でおなじみのはい、Q3 スタートです。さあ、皆さん、見逃さないようにしてくださいよ。12分間、目からっからになっても見逃さないでくださいよ。Thank you.
よし、進んでます。はい、予選終了しました。フェルスタッペンがポールポジションです。歩くよりもこっちの方が早いような気がする。今日はこれで